好きな酒のつまみといえば何ですか？魚って書いてありますけど。僕はね、みょうが。みょうがどのようにして召し上がるんですか？みょうがは、丸、みょうがの、ちょっと大きめの太ったみょうが、このくらいのを、そうだね、3本ぐらい。買ってきて、それをホイル、ホイルをこう敷くでしょ、そこにこうちょっとまあ包丁で線をつけて、まあこうちょっと多めに切っても斜めに切ってもいいんだけども、僕はまあ割と丸のまま、火が通りやすいようにちょっと包丁で傷つける程度にして、マヨネーズとお味噌と練りごまを混ぜて、それをこう上に乗せて、でホイルでオープンで焼く。それ美味しい。あとはただみょうがを買って刻んで、おかか、かつお節ちょっとかけて。みょうが大好きなんです。みょうが好きです。お酒の日本酒のあてにはもうみょうが。みょうがですか。だみょうがとザーサイ。ザーサイをこう刻んで、でごま油でちょっとあえて、でごまこう振って、それもビールの後にして、いいですね。します。そうすると豆ですよね、お料理は。めんどくそういうのはめんどくさくない。そうだ。まあね。こまちゃんなんですけど。私ですか。私カキピということで僕はみょうがでした。海苔。ほう。海苔が必ず家にあるので。海苔をそのまま？そのまま。ちょっとお腹が空いた時はチーズに巻く。もっとお腹空いた時は納豆を海苔で巻く。巻く。巻くんだ。基本的に。そうそうそう。巻く。ない時はもう海苔だけパリパリっと。海苔以外は？カキピ。開演直前のお忙しいところ申し訳ないんですが、勝利さんに質問です。はい。大好きな酒の魚といえば何でしょうか？スジコ。スジコ。スジコ、やっぱり日本酒に合うんでしょうか？うん、何でもいいですね。ほう、スジコはいいよね。スジコ、タラコよりもやっぱりスジコ、いくらよりもやっぱりジョーちゃんは僕言った、みょうが。もうダメだ。みょうがな。みょうが。酒の魚なんだろう、麻婆豆腐とか。それご飯のおかずじゃないですかって。あれや、あれ。首都。食べられんの？カツオの塩辛。食べられんの？食べられる、食べられる、好き好き。あ、そう。肝。鳥、うなぎでも、肝焼き食べられんの？乾燥チーズが。乾燥チーズって見たことないんですけど、どんなカットして、私が知ってるのはこうサイコロみたいにちっちゃくなってて、で、ちゃんと乾燥されるべく乾燥してあって、食べるとサクサクサクと、スナックみたいな。きなりっていうお店にナッツと、ワンパックになって売ってる美味しいの。浅井先生はいかがでしょうか？はい、今ちょっと考えたんですけど、体と同じでジャイアントコーンでした。ジャイアントコーン。ジャイアントコーンアイスですよね。そっちじゃなくて、乾き物で、コーンの揚げたのとアーモンドと、カシュナッツとマカデミアとか、マカデミアナッツとミックスしているナッツがあるんですけど、それがこう出ているとついついジャイアントコーンに目がずっといってしまって、でやっぱり見たらカロリーも高かったんで、食べたいけどやめたいと思います。やめなくていいと思います。はい、はい。でもこの時期はそら豆が食べたい。まだ食べてないです。そら豆、6月といえばそら豆。そら豆って天ぷらにする？しない？そら豆焼くのか、皮ごと焼く
ね、皮ごと焼くと美味しいっていう、ね、そうだそうだそうだ、それだ、天ぷらじゃない、素揚げ美味しいですよね。ああ、そら豆美味しい ね。昔そら豆をいっぱい茹でて、次の日に残るとおばあちゃんが甘じょっぱく煮てくれたんですよ。あ、うちね、それそら豆じゃなくて、うちの父親が枝豆甘じょっぱく煮てた、美味しいですね。チュ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 やりながらビール飲んでた、美味しいんだって。それがまた次の日使うでしょ、もっと味がしみて、それね、こう剥いてこうピッピッてご飯の上に出して、ちょっとおつゆかけて食べてた。僕はちょっと気持ち悪くて食べてた。あとね、栗の天ぷら、今時期じゃないけど、栗剥くでしょ、栗、それで大きいと揚がらないから、ちょっとそれ半分に落として、天ぷら、素揚げ、素揚げ、素揚げ、ちょっと衣がついてたんだから、ちょっと素揚げっぽかったけど、天ぷら、それで塩で食べる。甘くて美味しそうですね。美味しい。